てくれたんだな。協力に感謝する。この間の闇夜の英雄の件について他に情報はないだろうか。それもそうか、こっちが先に情報を共有すべきだったな。騎士団の実はこれを見てくれ。うわ、へったくそな字。ん？ああ、ほぼ共通語。読めるところだけ見ると、これはアビス教団が闇夜の英雄に宛てた。つまり闇夜の英雄。その通りだ。可能であればこれは闇夜の英雄一人だけではなく、もああ。アビス教団からの果たし状か。大変なことに。なるぞ。早くリルックの旦那に教えてやろう。
よ。元気出してよ。
アビス教団からの果たし状のこ、もう知っている。うえ、暁ワイナリーの情報網は。じゃあディルックの旦那は。君たちの意見を聞かせてくれ。それではアビス教団の思うツボだ。奴らは僕の正体が騎士団に露呈すれば、今後の行動は、権力を握っている組織というのは、無論方法はある。果たし状にわざと隠されて、わざと隠されていた。あれは奴らだけが読める暗号のよ。つまりあれは双方の立場が対立した時、僕は長いこと奴らにとっての悪人。アビス教団が僕という目標。ただ奴らのことに詳しいだけだ。でも簡単さ、奴らの拠点はすでに把握している。風と共に去れ。
食材は何を？もちろんそのこれが私だから。だ適当す。安心して、とりあえずこの何かないか見てみよう。はあ、ちょ、せっ、せっ、え、はあ、ちょ、ちょ。Thank you.
味はすごくし。まだ何かが足りない気が。そう言われたら。ねえ、ブロックさんは欲しきた。例えば怪獣キノコとす。今度時間があったら作って。味は保証するよ。見た目はお。そ何か。モンドの人ってあまり辛いものを食べないみたいだから、これは使えるかも。いっぱい取ろう。
さ。体が冷えて火を起こそう。うん、私はここで彼を見て、ここに来る途中にヒルちゃん、うん、ありがとう。このすイノシシを追っていたら仕方ないから追いかけて、すごく寒くてね、逃げようと思ったら巨大な給湯獣。以前その噂を聞き、危なそうだな。美味しい食材の予感がこれだよ。落ち着く。試してみないとわからないでしょ。さあ早く出発しよう。また一人で行っちゃった。俺のことは気にするな。おい、そんな急いで走るなよ。遺跡の中は危ないぞ。食材の鮮度は待ってくれないから。どいてどいて。意外と強いな。あちこちで食材を集められたのは勢いだけじゃなかった。
字が通じないなら叩くまででしょう。ねえ、あ、きっとあれだよね。おお、でっかい。ラッキー、珍しい食材、待っててね。うわ、食材が攻撃してきた。まずは相手をおとなしくさせよう。見たことあるような、どこだったかな。あ、この模様、うん、間違いない。そんな、ありえ、このイノシシの肉ってすごく美味しいから、給湯時と絶滅したイノシシ、うん。
体内の元素形態を変えるなんて、モンドにいた時と同じで七手ふむ。ここはリーエだもん。また風元素を使いたくなったら、
腹が痛い。ゴマ火を吹けと。
隊の名に。
何を…なそうとしたっけ。